遺跡円形丘陵の右側頂上部に、墳球墓がある。縦付き遺跡内に保存されている、船体分析船体分析東京国立博物館展示。縦付き遺跡内し縦付き墳球墓は、岡山県倉敷市矢部にある墳球墓。形状は、双方中円形墳球墓。国の史跡に指定され、船体分析は、国の重要文化財に指定されている。 応募山丘陵の北側に、弥生時代後期に造営された主張の墳丘墓である。墳丘の各所から出土した土器片の多くが、坪形河原家、特殊機代、特殊墓の破片である。直径約43メートル、高さ4、5メートルの不正円形の主球に、北東、南西側にそれぞれ方形の土質部を持ち、現在確認されている土質部両端の全長は72メートルで、 同時期の弥生墳丘墓としては、日本最大級である。主墳の頂上には木管を取り囲むように5個の巨石が建てられ、また、斜面にも2列に、地表の露出分だけでも高さ、幅とも1メートル余りで20個ほどの列石が巡らされ、北東側の土質部は、団地造営工事のため破壊されている。 今ではその名残を一部に留めているに過ぎないが、前方部上の突出で、およそ十数メートルほど伸びている。その上面は幅約、三、四メートルで、わずかに前面に向かって、加工気味であるが、平坦に近い。突出部の前面はかなり急な傾斜で二から三メートルほど、下がり、東西に走る小道に達しており、小道を渡ると突出部の続きと思われる高まりが、続く。 盛り土しているのがわかる。また円滴が二重三重に置かれている。円球につけられた遺構であることがわかる。南西側の突出部は約二十数メートルにわたって、細長い幅数メートル高さ二メートルほどのお根状のものが伸びている。先端部の両側が丸く成形されていてその先端には大きな列石が張られている。西部分には現在給水塔が立っていて、 今は見ることができない。香川県高松市の猫塚古墳や奈良県天理市の串山古墳などと同じ双方中円墳であるが、先行的な形態をしている。2世紀末に起こった和国大乱が終わった後、瀬戸内海沿岸地方では、古墳造営の新しい兆しが見え、この地域で墳丘の造営の動きが見られるようになった。このような大きな墳丘墓が、 古墳時代より先に築造されていたのは、この地に、早々儀礼に特殊期台特殊壺を用いる大きな政治勢力があったことを伺わせる。その勢力の代表的な主張の墓であると推測されている。後の古墳時代中期には、作山、作山古墳の大前方公園墳が作られる。昭和51年より昭和61年の間に、 岡山大学文学部考古学研究室を中心とした調査団により6度にわたる調査が行われた。主寸には2機の埋葬施設が確認され、墳町中央部地下1.5メートルに埋葬されていた木管がこの墓の主人のものと思われる。出土した木管は全長約2メートル、全幅約0.7メートルで、棺の底には30キログラムもの種が尽くしかれていた。 遺骨は検出されず葉のかけらがわずかに2個出土したのみである。木管は全長3.5メートル、全幅1.5メートルの木製外箱に収められていた。副装品が外箱の中に置かれており、鉄拳1本、首飾り2個、多数のガラス玉とコスが玉が一くくり出土した。これらは岡山大学考古学資料館に収蔵されている。また、 もう一基の埋葬施設は、中心埋葬の南東9メートルの位置に、発見されたがわずかに明けが認められるのみで出土品は、なかった。副葬品の貧弱さは、権威や富に関係するのではなく、その時代の埋葬の収束の影響と考えられる。団地造成時に破壊された、突出部分にはかつて赤裂があり朱塗りの、壺型瓦家が配列されていた。 昭和56年12月9日、国の史跡に指定された。墳糾場には、大正時代の初め頃まであった盾き神社に、代々伝生し、ご神体として、神石と呼ばれる、全表面に、毛糸の束をねじったような個体文様が刻まれた石が、安置されていたが、現在はこの遺跡のそばの収蔵庫に祀られている。こちらは、伝生個体分石と呼ばれる。 この個体文は、巻向く遺跡の古文円盤と、早々儀礼で共通すると言われている。ここにも、鬼ビ神社や鬼の城などのように、女伝説が残っており、鬼ビ彦の命が女との戦いに備えて石立てを築き、防戦準備をしたと伝わっている。ありがとうございます。